えー、笹川です去年土曜日なんですけどもねまあ、お仕事ですよあの、えー、役員町内会の会計のお仕事でね最後はあの年度末の締めくくりで、えー、決算したりとかですね、あのー、いろいろとその発送処理があるものですからそんなの取りまとめ作業やってなんかほとんど1日終わったみたいな感じなんですけどもえー、とさっきちょっとあのー、気分転換に3局ほどあのー エリキッター大好きおじさんアップしておりますもしよかったらご覧くださいあのまあ、この間の生演奏の経験が聞いたのがなんかいい感じでなんか私も変化したみたいでよいよ余裕余裕シャクシャクの雰囲気が出せるかなみたいな感じですけどそれでえっ、ー、と話がガラッと違うんですけどもあのこないだね えーとトイレの,あの防音対策どうしようかって言ってね、えー、夜中トイレ行くと家族からもうじゃんじゃん文句やるんですようるさいとか言ってね。 まあ確かにそうなんだけれどだいたいあれですよ居住スペースの2階にトイレがあってそれを使わざるをえないというのがそもそも問題だと思うんですけども、まあ仕方ないので何とかしなきゃいけないでやっぱ年がいきますとねだんだん頻尿になりましてね若い頃はもう寝たら明け方まで。 朝またまで全然ぐっすり眠りで取りになっていかなかったんですけどやっぱり年が言いますとねやっぱりそのあれですよ明け方目が覚めて取りに行きたくなったりとかあるもんですんで,でうるさいって言われるのは嫌だしどうしようかななんて思ったんですけどもえーこの間ねやってみたこれ効果ありましたえとサウンドガード W って言うんですけどえ近くのホームセンター行いてですねこれのうーんと ねえー、60×90 か。6ける九十を4枚買ってきまして、えー、で、これで、ね、防音対策したら、えー、うまくいきました。うまくいきました。えーとね、結構いいお値段するんですよ。あのまあ、国産でしっかりしたものだと思うんですけども、厚さが5センチはあります。吸音材と遮音材がワンセットになっているので、まあ、コスパはいいかもしれないですね。 えー、でどんなふうにしたかと言いますとえっとねあこれだこれトイレにね、えー、4枚貼り付けまして、えー、防音対策をしてどんなもんかなと23日様子を見たんですけども、えー、だいぶあの音は静まってるみたいで「あのうるさい」とかって言われること 音がなくななくっててきたから聞いてんじゃないからいいいと思います、ね、あの水が流れる音をこうあの流すとそのジャーッと音がするじゃないですかあれの周波数帯域をかなりあの遮音気温してくれてるみたいでほぼ聞こえてないんじゃないかなと思うんですけどねえー、そんなことでだいぶ気分的に楽になりましてね。<laughs> <laughs> こうあれで,こんでなんとかなってくれるならと思って、えー、ほっとして、まあ、お値段も結構よくってね1枚4,400円だったかなで4枚も買うと2万ぐらいになるんですけどまあ2万円で防音できるんだったらお安いもんですよみたいな感じでね、えー、や ていますこれこの間エレキギターをじゃんじゃんこうなあのアンプ投て弾いてるお方がいてねそれこのサウンドが W を使ってドアを対策したらグーンと音が伝わってるからこれはいけるわと思ってやったんですけどもやっぱい,いけてますね大丈夫みたい。 あのまあ、中華製のあれはどの程度まで効果あるのかわかんないけどやっぱさすが国産日本製のやつっていうのはお値段もいいけれどもあのかなり性能しっかり出てる感じですよえー、あのだいぶ吸収してるんじゃないかなで加工も割と楽でッターナイフで十分簡単にカットできるのでこれは正解だったかなと思ってますもしあの防音でお悩みのお父様あの <laughs> いらっしゃいましたら <laughs> 私と同じような悩みがかかっているお父さんいらっしゃいましたら、えー、こんなのも一つ方法かと思います参考になりましたらはいということでありましたそれじゃあ